マコだ！なんやこれは。何しとるんやお前。
生きとる。おい誠、聞こえるか。しっかりせえ。おい、俺がわからんのか。返事せえや、誠。ごめんなさい。誠。私だけじゃ何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと。俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うに言った、あの殻の一坪って土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一坪は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。こんなこともだろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカで世間知らずだから、殻の一坪があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。わかった、もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。真島、セロ、何があった？撃たれてる、すぐに運べ。この人を知らせるな。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。
マコト、おい聞こえるか？死んだ、死ぬんやない。復讐でも何でもお前の望みは俺が叶えとるから、せやから頼む頼む。